はい、どうも、ライスゲームズのライスです。やっていきましょうか。今日もゲームをね、新しいゲームやっていくよ、今日は。本当はね、機動戦士ガンダム巡り合う空をね、やろうかと思ったら、プレステ2が完全に壊れました。テイルズ・オブ・レジェンディアもできなくなっちゃった。ということで、ちょっと、プレステ2買って、プレステ2が壊れてるのか、HIMI?のコンセントが壊れてるのがわかんねえから、まあ、とりあえず、そのコンセントのやつを買って、それできなかったらプレステ2買おうかなという次第で、今日何をやるかと言ったらね、そう、もちろんみんな大好き、ドラゴンボール Z。いや、Z じゃない、ドラゴンボール3、悟空伝。このゲームね。他にさ、なんかやりたいゲームがね、今ないんだよな。とうとう手出しちゃうか?ポケモンの新作ゲーム。あれやろうかな。今新作なんかは知らんけど、まあ、それちょっとスイッチでできるならスイッチでやっていこうかなとは思ってるんですけど、キラーン早っ。ちょっともう一回聞こうぜ。キュピーン、トゥ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 ゲーン。まだ悟空がちっちゃい頃なんかな?なんかパッケージはね、悟空がでかくなってんだよな。おそらく悟空がでかくなったところまで、で、最初のドラゴンボールまでなんだろうな、おそらく。昔々のこと、都から数千キロも、彼方のある山奥、たった一つのどんな願いでも、叶えてくれるという7つのドラゴンボールを求め、悟空とブルマが旅が始まります。悟空の願いは亡くなったおじいちゃんの遺言である天下一武道会の復活です。悟空たちも持っているドラゴンボールの通信中とドラゴンレーダーだけ。さてこの先どうなることやら。あ、やべ、海王様の声忘れたわ。今回もおそらくカードゲーム、うお、早い、何にも説明がない。カードゲームでやっていくみたいな感じで。まあ、一応説明させてもらうと、左上が攻撃力、右下が防御力っていう感じで。で、この体は、体なんかな?なんかちょっと変わってるね。ちょっと音でけ。俺の画面の音がでけ。で、必殺はもちろん必殺技みたいな感じで。で、連は多分連続攻撃なんだろうな。多分、体はあんまり強くないんだろうな。で、これ、スゴロクになってて、左上の2とか4とか2とかで進んでいくみたいな。で、必殺技はね、あんまり使いたくないんだけど、2はちょっと弱いから使っていくような感じなんだけど、初めてやるから分かんねんだよな。とりあえず、これ下行く何これ。うわー。あ、でもこれ強い。強いやつあんまり使わずに、これ2のこの巻物は何?亀仙人、悟空修行じゃ。ああ、こんなあったな。亀仙人、わしよりも大きい数字もしくは星のカードを出すん?は?わしより大きい数字か同じ星の、ああ、同じ星でもいいんだ。ああ、じゃあ4で、まあよかろう。うん、え、じゃあ4で、まあよかろう。あ、じゃあ、これ。お、これ、いったんじゃない?え、77よ?絶対勝ったやろ。え、勝ったけどもったいねえ。え、こんなレベル上がるん?よし、これでお主の修行5アップしたぞ。強いのか弱いのか。まあ、とりあえず、2。え、これ、ドクロ踏んだらいけんのかな?うさぎ団が現れた。うわ、ダッサ。カード4枚の勝負だ。マジで ?4 枚も使うの?じゃ、まずちょっと必殺技見たいから、必殺と、まあ、あと適当で。どんな?うさぎ団の攻撃。パーシャ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 ー。え?うさぎ団の強烈な一撃決まった。4受ける。HP どこ?あ、HP は悟空の、2つ上の数字だな。012、まあ、12。で、最大マックスが16ね。ああ、なるほどね。そして、悟空の攻撃。お!龍拳やん!速攻龍拳。体ってそういうことか。悟空の強烈な一撃決まった。うさぎ団に4のダメージを与えた。
体ってそれなんだ。このハテナはタイ。あ、これも、これも龍拳じゃん。いや、龍拳は強えだろ。ウサギ団はダメージを受けていない。あー、防御力が7あったけどね。で、防御力4、攻撃1。まあ、悟空の攻撃になる。蹴りが強いんじゃないこれ。タダー声が全然わからん。ウサギ団ってあんなんだっけ。悟空の強烈な一撃が決まった。ウサギ団に4を与えた。え、まだ死なないの。あ、これ結構長いやつなんだな。え、カード何枚勝負。じゃあ2枚かな。数字強いのあんま残ってないから。まあ、これで、OK です。まあ、必殺でなんとかやってくれるんじゃない？うわ、11、勝ったな。どの必殺を使いますか？ああ、今回は決めれるんだ。なんかね、前回やった時はランダムだったんだよな。じゃあ、じゃんけんで。悟空の攻撃。じゃんけんだ！最初はグー、じゃんけん。よし、グー、チョキ、パー。最初はグーじゃないんだ。それか、最初はグーはこの時代まだなかったんか。悟空の強烈な一撃が決まった。ウサギの21強よ。ウサギ団をやっつけた。悟空の修行は4アップ。レベル上がるんじゃないこれ。多分巻物が、あ、わかった。巻物がレベルで、あの、下のワットが、あれかな、経験値かな。ドクロ、ドクロ行ってみるとりあえず。わからんけど、ドクロとりあえず行ってみるか。ドクロは何？リカントが現れた。うわ、これやべえやつじゃん。あ、これ死んだ。あ、もう負けました。終わりです。あ、これ負けたわ。で、多分絶対強いわ。ドクロは強敵なんだな。あ、こっちの攻撃なんだ。あ、でも与えられんやろうな。相手の防御力が5なんで。おお、いったいった。強烈な一撃。8。あ、いえ、倒した。え、ドクロって何？まあ、ドクロわかんない。説明書ないんだよな、この時代。うわ、ってか、カードが弱いな、めちゃくちゃ。2とか1とかしかないな。修行やっとくかと思ったけど、敵出てくるな。山賊が現れた。カード4枚勝負。まあ、ちょっと弱いところ、ガンガン使っていくか、逆にね。ちょっとここ倍速にして、どんな感じ？え、待って、負けそうなんだけど。3、2、1。あ、まあまあまあ。大丈夫？適当にやっても負けない？よし。4枚勝負。あ、強いやつ。強いカードがいっぱいある。これは勝ったな。HP、残り3しかないじゃん。やば。なんか回復できんのかな？あ、やべえ、死んだ。これ死んだ。やばい。刀を使ってきた。あ、絶対死んでるよ、こんなん。ピキッ！お！ギャース！山賊の強烈な一撃がまた、悟空は4のダメージを受けた。悟空はやれてしまった。ちょ、でなんだこのゲーム。なんだこのゲーム。ピキー。なんだこのゲーム。はいや。もう終わっちゃったんだけど。しかも、ドラゴンボール3って書いておくけど、あの、1と2は、1、2って書いてないんだよな。急に、あれだからな。急に3だからな。これ、コンティニューはもちろんできないと。あー、なるほどね。じゃあできないわ。じゃあリセットだわ。やっぱできんか。あ、しかもこのオープニング絶対見らなきゃいけない。めんどくさ。あ、いや、大丈夫だった。くー。じゃあとりあえず、ちょっと倍速で音なくなっちゃうけど、これさ、上と下どっちがいいんかな。とりあえずさ、下の方に行ってくるんだけど、ちょっとわかんない。お、悟空修行だ。やっぱポポン出したカードと星の数。あー、これね。じゃあこれ。お前なかなかやる。あー、これはもう勝てませんね。これ勝てないときどうすればいいんだろう。あ、勝てなくてもいいんだ。じゃ、この弱いか。え？あ、同じ感じだったんか。ミスったな。あ、これまたドクロ行っちゃうけど大丈夫かな。でもこいつあんまり強くなかったもんな。まあ、とりあえずタイと蹴りで。まあ、これは倍速でいっか、別に。もう適当に。倒しちゃおう。よしよし。いやー、ちょっとこれ、カットするかな。発展がないな。よーし、なんかとりあえず、村には着いたけど、ただ、もう40分以上やってます。調べる。村。今ね、レベルがね、レベル5で、HP の回復がね、出ないっす。出ないっす。まあ、とりあえずやっていこう。
村、ここで回復したいんだけど不気味に沈み返っています。一緒なんやな。じゃあ家、ああ人の気配がしない。ドア、鍵がかかっている。じゃあ移動して進む。まだ行ってはいけません。え、ここ住み道じゃないの？うそーん。え、そしたらどうするの？え、進むしかないけど。え、待って、進むしかないんだけど。え、あ、積んだ？終わった？終わりです。いや、終わりなんだけど。何これ。あ、ドア壊しますか。よっしゃ、よかった。悟空がドアを壊すと、中から突然村人が現れ、斧で悟空の頭を思いっきり叩きました。悟空のさすがもダメージを受けました。悟空は死んでしまいました。待て待て待て、このゲームやべえぞ、おい。このゲーム超やべえじゃん。ちょっと戻ってきたんですけど、今レベル4のところか。マップの出し方が、さっき言ったところ、左下のところね。左下のところ行って、まあ、殺されたじゃん。まあ、あそこは違うと。ということはよ、このゲーム、やばいっす。このゲーム、やばいっす。いや、回復がね、とにかくねえんだよな。回復を出す方法なんですけど、このハテナ、今止まってるハテナに行きまくって、神様のカードを出さないといけないんですよね。ちょっと敵と戦おうか。ちょっと同速で、ちょっと敵と戦って、もう HP2 しかないんで、まあ、とりあえずこれは3の勝負をして、カードをね、ガンガン使っていったらいいんじゃないかと。カード結構いっぱいあるんだよ。カードの星を1個増やす、絶対に先制権を取る、カードの防御をプラス2。あ？カードの防御値が2アップね。で、カードが7になる、逃げる、技の威力5、必殺技の全回復、必殺技50回復、必殺技にする、逃げる。っていう感じなんですけど、回復マジでないんだよな。このゲーム回復マジでない。超きつい。これにしてみるか。絶対に先制になるやつ。これ強いんじゃない？めちゃくちゃ。じゃんけんだ、じゃんけん、ポーン、はい。もう一発じゃないかな。レベル4なんでね。あ、いや、うん、死んだね。よしよし。2上がったのもいいんだけど、とりあえずね、真剣衰弱で、神様を当てないことには回復ができないんですよ。どこに行くかわかんねえんだよな。下行ったんで、次右行こうかなと思うんですけど、あ、これ来た。もうここで、もうとりあえずセーブする。このゲーム普通にクリアできるんかな？この、レトロフリークの力をフルに使ってるけど、フルに使うの無理やな、これ。お、いいね。ヤムチャと、クリューにこっちゃったよね。よし。で、これでアイテム、カードが、お助けカードが増えるんだけど、ヤムチャか。あ、ヤムチャ持ってんだ。これ一回使ったらなくなるんだけど、うわ、回復出ねえなー。回復出ねえんだよな。しかも同じやつは手にしても全く意味がないという。ちょっと右行ってみるか。無理やりちょっと右に行こう。あー、敵出てきたな。敵出てきたけど、ちょっとカードをガンガン使ってちょっと倒していこう。カードを使えばノーダメージでいけるっちゃいけるんだけど、そしたらね、あ？カードを逃げるにする？逃げる。チャウス逃げる。なんだよ。まあ多分勝てると思うから、天津飯のこれをプラス5にして一発で倒そう。ああ、もうこれ、きつい。すでにきついわ。19で絶対死んだ。ちょっともったいないかもしんないけど、ガンガンちょっとカード使っていかないと。この4いらんな。防御1マジでゴミ。あー、で、修行やるか。で、右なんかあるんだよな。あれ、やむちゃかな。カードね。これね、左上のね、数字。勝てば OK。まあ、これでいっか。よーし。これで修行中レベル5。よーし。1,2,3,4,5,6。6か。6ないな。
あ、6個これか。よし。あ、ハテナ行こう。うわ、ハテナで、回復。とにかく回復が欲しい。ピッコロ出らんかな。あ、出た。もう牛マウゴミなんだよな。カードは全部変わるだけなんだよな。で、1使って、2使っていこう。あ、ダメなんか。ちょっとこの使って。で、ここにヤムチャがいるっていうのは知ってるんだけど、この後ね、別に特に何も、ほとんど砂漠で何もありません。空を見、太陽がギラギラやっている、ハナスブルマ。死ぬだらしないな、ということで。移動で進んでいく、あ、戻る、進む。砂漠の向こうから突如人影が現れました。それは一人の男と猫のようです。じゃあ話す、男。よう、俺は、この、荒野をねじ落とするハイエナやめちゃってもらう。お前、ハイエナなんだ。持ってるものをよこすんだ。あ、戦うができるんだ。猫は？僕はプーアルだぞ。それだけ？調べるやみちゃん。なかなか強そうなやつです。なんという動物なのかよくわかりません。これちょっと戦うしかないんか。でも戦ってみるか、やみちゃん。いや、HP2 しかないんだけど。じゃあこれは4枚勝負にして、で、カードガンガン使っていこう。カードの星を増やす。あ、絶対にさ、こっちが先制になるやつ？あれ？なかったっけ、そんな。あれ？そんななかったっけ？技の威力がプラス2。これいいんじゃない？これ倒せるんじゃない？これ一発で。これ星の数負けた瞬間し、うわ、星の数強いじゃん。よし。どう？どんな感じ？なんでヤムチャピンクなんだろうな。6。うわ、6ってどうなんだ？あ、やべ。あ、でも、あ、いや、ん、いや、ん、やべ。あ、死んだか？おい、よく、あ、いや、ん、あ、お、あ、う、お、う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 。あ？負けて？経験値は上がった？ん？ん？とりあえず全部パワーにして。あ、回復した。悟空は持ち物を全部奪われてしまった。え？あ、回復した。あ、めっちゃ回復した。あ、めっちゃ回復した。俺回復するだけですげえ嬉しいんだけど。え？え、回復したんだけど。何もかも取られちゃったじゃない。いや、回復したことが超嬉しいんだけど。もう一回出て入って、またまた、ヤムチャとプーアルがやってきました。とりあえず、調べまくって、これまた戦うんかな？これ負けた方がいいじゃん。じゃ、戦おう。これ、こいつと戦って負けた方がいいんだ。じゃ、とりあえず、カード使って、これアイテムカード？使えるカードがありません。お助けカードで、とりあえず必殺技にする？う、全部必殺技。イエーイ。これは勝っただろう。悟空の攻撃じゃんけんだ。よし。まあ、7だからな。でも防御力4か。マジで？そんな強いの？結構レベル上げてるぜ。レベル5やで。連撃。どんな？ 7？ うわ、すげえ食らうじゃん。結構レベル上げたん？これな、俺まださ、ほとんど最初なんだけど。最初だけどレベル5上げたよ。レベル上げゲームもしかして。やばいな、このゲーム。じゃんけんしかないからな。カムカムハンまだ覚えてないしな。なんか顔的にさ、まだ、あ、もう青年かなと思ったんだけど、なんか幼少期なんだよな。じゃあ、いや、これ1。これ負けたら痛えぜ。でもとりあえず必殺は、必殺は全然与えられないんだけど、7で相手3だろ、防御力。
あ、これさ、負けイベントなんかな。あ、これ多分負けイベントだな。適当にやっちゃおう。勝てねえわ。どうやっても勝てねえわ。これ負けイベントだな。で、何もかんも取られて終わりやろ。で、進んだらこっち行くんだよな。うわ、これマジでわかんねえ。これ、ヤムちゃん戦っちゃいけないんかな。進んでみよう、無視して。あ、進んだらもう消えちゃうんだ。え、なにこれ、全然わかんねえんだけど。全然わかんねえ。寒っ。寒っ。さすがに半袖だって寒いな。うわ。これ戦えんもんな。あら、割といい男じゃない。かあ、女もいるのか。ヤムちゃん女に弱いのです。おお、これは何回話しても意味ないと。また痛い目に遭いたいのか。持ってるものよこせ。あ、持ってるものないしな。プアルよこせ。あ、何もないんか。なかなか強そう。これ負けイベントだよな。どうやっても勝てんしな。こっちが圧倒的に7で攻撃して4、3でダメージ与えてませんって言ったっけ。多分倒せないんだろうな。で、進む、戻る、でもここ戻ってくるのか。まあ、レベル、あ、HP 回復したから、まあ、それだけでいっか。回復したのがすげえ嬉しいんだよな。じゃあ、ちょっと倍速で左の方行ってみる？もうガンガン進んでさ、もう。うさぎ団。あ、もういいか。え？あ、相手、結構強いな。わ、ちょっと食らっちゃったな。大丈夫かな。これ7使って、ダメージ受けるんか。よし、うさぎ団倒して、そしたら3の2。4は、じゃあ1出して4だな。うーわ。まあこれ適当に。まあ負けることないでしょ。レベル5やで、こっち。相当強えぜ。相当強えぜ。まず山賊ね。ああ、じゃあこれこうやって、全部選んで。まあ適当にシャシャっとね。お、なんか全回復した。うわー、そういうイベントもあったんだ。そうか、このドブロで、戦えば、回復する可能性あるんだ。じゃ、ちょっとドクロ戦っていこうか。どうも4枚で、ずーっと。これ星負けた時超痛えな。また4食らってるやん。もう4が超でけえ。そしたら、これ修行するか。あそこのなんか雪のところいけるかも。同じもの、4、1。4か1。4か1か必殺技。よし。よーし。同じもの出せばクリアね。これなんだろう、鎌倉みたいなやつ。お、なんだ？セーブして、飛行機を手に入れた。え？飛行機ってなんだろう？カード全部見たいな。好きなところまで運んでくれると。え、マジで？飛行機でレッツゴー。やば！何このゲー。え？さあ、着いたぞ。やばくない？お、やば。あ、これがあったら超楽勝っていうやつなんだ。うーわ、ちょっとさ、全部見てみようぜ。あ、飛行機？左飛行機だったよな。あ、これ飛行機確定かな。あ、これ全部飛行機なんだ。うわ、ここで飛行機取れってことなんだ。うわ、全部飛行機じゃん。うーわー。うわ、でもさ、ちょっと使う前にさ、もう一回さ、うわ、これテンション上がる。もう一回鎌倉行きたいわ。これ飛行機？あれ？
だ。ちょっといっぱい見てみたいな。全部おそらく一緒やと思うんだけどな。最高。飛行機何個持つ持てるわけじゃないよね。あー、やっぱそうやな。悟空の生命力が10回復。好きなところまで運んでくるぞ。ちょっとアイテムカード集めるか。これいいよね、めちゃくちゃ。アイテムカード集めよう。うわ、最初からここに来ればよかった。絶対楽やったじゃん。必殺技50。てか、お助けの方と、あれがあったんだ。うわ、最初からここに来るべきだったんだ。うわ、ミスったな。超ミスじゃん。あ、で、肉使っとこうかな。あの、2個同じものは持てないんで。これは ?4 か。あ、4ないね。じゃあ3の1。これなんかいいのくれんかな。あ、なんかもらった。センズ。うーわ、センズもらっちゃったー。はい、もうクリアです。じゃあ飛行機で。あ、じゃあもうこれ。じゃあこっち行っちゃおう。勝ったなー。チョコレートセーブしよう。ここでセーブ。うわ、これ勝ったわ。あー、これ、鎌倉ゲームだ。いや、すげえきつかったなー。ここは西の都です。道。車や人が溢れています。建物。大きな建物がたくさんあります。人。みんな何かに覚えてるようです。まあ、特にか。あ、これで通行人に反するんか。実は数日前にウサギ団という連中がやってきて、西の都で悪事を働いてるんです。カプセルコーポレーションの社長夫婦もウサギ団に捕まったとか。で、これでブルマに話すと、一体どうなってるのよ。これ同じ？同じか。これさ、もしかしたら、ストーリー順に行かないと、全然ダメっていうやつなんかな。使うって何？使うってここで使うんだ。特に何もないか。じゃあちょっと移動してみようか。うーわー、いっぱい死ぬほどいっぱいあるやん。西、東、南。じゃあ東で。そっちは行けません。よかった。じゃあ西で。いえ。じゃあ南で。ここは西の都です。まあ、調べる。とりあえず、ここら辺全部やって、うさぎ耳の飾りをつけたおかしな連中が、大張りに歩いている。話す。西がカプセルコーポレーションよ。じゃあ西に行くか。ちょっと待ちな。ここから先へ飛ばすわけにはいかない。耳飾り、来たね。どうやら彼らがウサギ団のようです。戦う、来たね。よし、じゃあ戦おう。早速ね。うわ、そんなにいるんだ。じゃあ、2枚選択して、お助けカード。まあ一応防御使っとくか。これと、これで。まあ多分負けることない。ウサギ団攻撃。銃乱射やばいね。3受けた。3受けちゃうんだ。防御して受けちゃうんだ。よし、いいね。これでなんとか。1人ぐらい。ドゴーン、強烈な一撃。7。強烈で7か。あれ、防御力が、あれだな。今、カード全部高いな。じゃあ、蹴りで。で、次、3枚勝負にして、ちょっと防御に適するかな。強烈な8。よし、いいね。4枚勝負。まあ、防御力7を4枚。まあ、これちょっと倍速にしようか。多分、ダメージは受けるかもしんないけど、まあ、死にはしないだろう。よし、OK。2枚勝負。ちょっとカード使うかな。助けカード。必殺技は全然使えんないけど。ガッチャンは防御力7。星の数が1個。よし。いいね。よし、極の攻撃。これ、
食らったらちょっと危ないもんな。防御力1なんで。よし、まず1体、まず1体なのか。うわー、1やばい。しかも攻撃6、すげえ食らうかも。6、うわー結構食らったな。まあ先頭があるからな、1枚勝負。あー、まあこれなら、あし、おー、いいね、必殺技。まあ、必殺技だし、こっち防御力ありますんで。えい、あ、必殺技のポイントって一番下のあの8のやつか。HP の下の P イコール100は何なんだろうな。あれがあれなんだ、経験値なんだ。なるほどね。でこれでウサギ団倒すと、あ、倒したと。そしたら移動して西に行く。うわ、またおるやん、あいつら。ちょっとさ、ここで食べ物を食っといて。うわ、これちょっと鎌倉愛観ときついぜ、これ。みんな何かに怯えています。話す。通行人。カプセルコーポレーションの社長さんたちは人参にされたそうです。あ、やべえじゃん。使う。移動。入り口。多分戦うんだろうな。こら、この中には入れんのだ。え？うわ、マジで。あ、これで話すか。通行人。マジか。お、これで戦えるわけか。まあ戦うか。うわ、一つ一つやな、ゆっくりやな。うわ、しかもちょっとこれ弱いな、カードが。ちょっとカード全部変えよう。お助けカードめちゃくちゃいるな。占いババアで全部取り替えて。うーわ、微妙だ。まあ、これと、これと。うわ、これ2、2だから大丈夫かな。え、ちょっと2弱いけ。ここにしよっか。よし。え、これで一発で決めてくれたらな。レベル5やけどね、俺。すげえ強いはずなんだけどな。もう1時間やってるで。もうちょっとレベル上げないといけないんかな。ドカーン10。うわ、まだ死なんのか。次こっち4やけ。うわー、やばい、6。いや7か、あいつの攻撃すげえ食らうんじゃないこれ。8。ああ、まあ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 、まあ、次ちょっと1で防御力7なんで、まあこれあんまり食らわないんじゃないかな。あ、こっちの攻撃なんだ。なんで蹴りのが強いとかあるんかな。4枚。まあ、適当で。ああ、この体は弱いね。うわ、この蹴りもちょっと弱いな。死んじゃうかも。なんかないかな。ああ、これあるやん。お、全部だな。強っ。なにこれ。まあ、ここは全部倍速で。これ死ぬことはないんで。倒すことはあっても死ぬことはない。倒せないな。じゃあ2で。で、これとこれで。まあ、これで倒せるんじゃないかな。レン。7。へぇー、ほら言っただろ。よしよしよし。今の段階ではこれ以上悟空の、待って、レベルマックスになっちゃった。マジかよ。最大レベルなのに、そーっと苦戦したな。うさぎだ。別に異常はありません。あ、これで入り口で？入り口ね。またおるやん、こいつら。戦おう。4枚勝負ね。うわ、ちょっとこれ倍速にするか。ちょっとめんどくさいな。で、お助けカードも使っちゃおう。あ、防御力7。防御力7いいね。全部ガンガン使っちゃおう。ガッチャンは何回でも使えるんかな。もしかしたら表記されてないだけで使えるんかもしれんな。その何回でも手に入るとかはできるかもしれん、もしかしたら。よし、勝ってるね。あと10か、先日使っとくか。ガンガン使おう。部屋。
女の子らしくね、メカはたくさんあります。テーブルと机があります。うん。まあ、テーブル。別に異常はないと。じゃ、机。引き出しがあります。でもちろん引き出して。あ、ドラゴンボールがない絶対取られてるやん。これさ、どこの話なんだろう、今。ウサギだ。別に異常はない。じゃあ、話す、ブルマ。ここは私の部屋を。いやいやいや、ドラゴンボールがないっていうやつは何なの。じゃあもう適当にバーってやって。まあ、2回3回。することによって、まあ、いろいろ、あるのかな？ないね。じゃあ移動するか。お、進むがあるんだ。よしよし。うわ、ここはブリーフ博士の部屋です。トニ、ん、ジンカ。トニ、ん、ジンカとウサギ団がいます。もうわからんわ。まあ、とりあえず話して、ブルマのさ、一体どうなってんのよ。使い回しやな。ほっほっほ、私と勝負すいますか？私に触れればあなたも人参になるのですから。これ、如意棒がないとさ、戦えんとかないよね。飛行機飛んできたからな。あー、その2本があれやろうな。あの、お父さんとお母さんやろうな。この社長。じゃあ戦うで。これ戦っていいんかな？寂しょっか。戦ったらなんか死にそう。うさぎ団から。お待ちなさい。この人参がどうなってもいいんですが、食べちゃいますよ。あー、戦えないんだ。うわー、これちょっとどうしたらいいかわかんねえなー。てか、このゲームむず。戦えないし、何もできないんか。これ、如意棒どっかで取らなきゃいけんのやろうな。東。ちょっと待てよ。移動して西。で、こっから西行ける？西。ああ、西はないね。じゃあ、こっから南はない。こっから北へはない。こっから東？うん。で、ここら辺も全部ないんだよな。東。ああ、何もないんだ。あ、これ戻れないじゃん。ええー、よーし、わかった。はい、調べました。はい。はい、昔のゲームならではです。積みです。積んだ。積んだ。完璧に積んだ。完全完璧に積んだ。なんでかというと、このカプセルコーポレーションとか西の都から出られません。まずは出られない。出られない上に、如意棒が持ってないので、あいつと戦う手段がありません。負けです。もう終わり。終了。これ最初からやんないといけない。これゲーム、昔のゲームならではだな。ちょっとね、見たんですけど、まあちょっと攻略サイト見たんですけど、このゲームめちゃくちゃ難しいというか、もう死ぬほど理不尽で、死ぬほど理不尽すぎて、笑えますわ。本当に。はい、レベル1からと。レベル1からと。あのね、やばいっす。マップを見てもらうと、まあ、こんな感じ。今真ん中の、ちょうど真ん中のあの赤いところにいるんですけど、まずは左の方から普通に、歩いていくみたいですね。で、そっから話が、あだこだって行く道が分かっていくっていうやつなんですけど、飛行機でそのまま行くと、如意棒も入ってしまったら、
ダメみたいですね。もう入った時点で出られなくなっちゃうんで、もうゲーム終了です。終わりです。じゃあちょっとまたレベル上げて。で、このゲーム、すぐ死ぬんで、レベル上げてくださいって書いてました。うん。せっかくレベル5になったのになぁ。で、あとね、なんかね、ステータス上げるときは、スピードを上げた方がいいって書いてますね。これ子供のときさ、これ、よっしゃ、ドラゴンボール、ゲーム新しいの出た、よし、やろうってさ、なにこれなにこれだよな。むずっ。でもちょっとしか見てないから、で最初の、てか説明書がないんで、何もないんだよな。説明書、昔のゲームって、説明書ありきで、やるゲームが結構多かったから、これはね、まあ、操作も最初わかんなかったし、これ説明書ないと無理だわ。ああ。まあ今はね、ちょっと説明書がないから、まあ攻略サイトちょっと使いながらやっていくみたいな感じなんですけど、まあとりあえず最初の行くところと、やることはちょっと調べて分かったんで、次回からはしっかり、行く前に整備しようかなと思います。飛行機飛んで、やったぜとか思ったけど、全然ダメだったな。ちょっと厳しいゲームだな。